どうも平井弘明です。今回はですねウェッジ形状について一本一本説明していきたいと思います。どの場面でどのウェッジがいいかとかですね、ヘアウェイではこういう形がいいとか、ライが悪いバンカーとかラフとかではどういうこう形がいいかがわからないっていう方結構いらっしゃると思うので、その場面場面でどういう形状のウェッジが向いているかというのを今日解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まずはですねオーソドックスなこういう形、バンスがこういう感じですね。こういう感じ、この形はどこでも対応できますという感じなんですかもうちょっとざっくりしすぎますね。まずバンスが何度とかですね、ロフトが何度とかっていうのがはっきり分かってないとその説明しようがないんですが、まずこのクラブはロフトが58度でバンスがこれ10って書いてあるんですけど、これ8度なんです。でバンスが8度、一桁台のバンスって結構皆さん抵抗ある方結構いらっしゃると思うんですが、僕はそのフェースを開く回数が多いのでローバンスの方がいいです。なのであまりこう2桁台のバンスっていうのは僕は使わないですね。こういう構えた時っていうのは、まあ、こういう感じですね。こういう風になる感じです。でヘアウェイとラフとバンカーでまっすぐ構えた時に、例えばこのクラブがどういうところで向いてるかって言ったら、もう間違いなくヘアウェイなんですよ。その芝が薄くてボールの下にきっちり入れたい時っていうのに向いてるんです。例えばこれバンス10度なんですよ。さっきのより2度バンスが多い。バンスってこう地面がまっすぐだとしたら、こういう角度が何度ついてるかなんですね。それが10度だとこの角度がこうやってなるんですよ、さっきのより。なのでこのバンスが当たるんで滑ってくれるんですね、バンスが多いと。でもその当たるのが僕嫌なんで一桁台のバンス使ってるんですけども、でちょっと話戻しますと、こういうバンスが効いてるウェッジっていうのはあまり芝が薄いところでは威力を発揮しないというか、あまり向いてはないんです。そんなにロフトを立てたりとかですね、ハンドファーストをきつくするんであればいいと思うんですけども、すんなりこうストンとまっすぐ構えるんであれば、やっぱりこう芝がある程度長かったりバンカーだったりっていう方が打ちやすいですね。バンスを使うっていうんですかね、こう滑ってくれるんでそういう方がいいと思います。であとはこういうダブルバンス、こういうダブルバンスって言って、側と奥側でこうバンスがこう2つになってる、これはまっすぐ構えた時も開いた時もこう両方こううまくバンスが使えますよっていうあのバンスの形してるんです。ちなみにこれ自分で削ったんですよ、僕。誰も信じてくれないんですけども、自分でこう地道にグイーンって削りました。でこの両肩が落ちてるんで開いてトーダウンさせた時もこう開いてこうトーアップさせた時もなるべく刃が浮かないようにっていう感じの削り方をしてるんで、すごく抜けもいいですし、かといってこうバンス落としててもバンカーなんかでもスパンと砂が切れてくれるんで、すごく打ちやすいウェッジです。もともとクリーブランドって打ちやすいんですけどね、すごく打ちやすくてこう球も拾ってスピンも入るんですけども、ちょっと自分なりにこう削って、もっと自分だけが打ちやすいウェッジにしたくてちょっと削ってみました。ウェッジの今度は選び方なんですが、どういう風に選んだらいいかなんですよ。でご自身が苦手な場所を克服したくてウェッジを選ぶのか、得意な場所をもっと得意にしたくて選ぶのかっていうのが問題になるんですよ。問題というか選ばないといけないんですね。なのでそれを決めていただいた方がいいんです。僕なんかはめちゃくちゃ閉じたりめちゃくちゃ開いたり、とにかくいろんなフェースアングルで構えるので、正直どこでもいいんです。どこに特化してるっていうわけじゃないので、とにかくその普通に打った時のウエッジの抜けとフェースの乗りやすさをすごく重視してます。まあもちろん顔もそうなんですけども、それよりも打った感じが良ければ顔もよく見えてくるっていう感じなので、第一に顔はあんまり意識はしないです。グリーン周りのアプローチでダフらずにこう綺麗に打ちたいな、その代わりフェースは開きません、まっすぐ構えますっていう方は、このソールの幅が広い方がいいです。でバンス角度数ですねは開かないんであれば12度から14度ぐらいがおすすめです。
グリーン周りで、まあ、多少芝が薄くても厚くても開かないでまっすぐ構えて普通にこうシンプルに寄せたいっていうところにすごく向いてるウェッジのスペックになりますので、ロフトはお好みでいいです。であとは結構フェースの向きをいじりますよ、開いたり閉じたりしますよっていうんであればソールの幅が薄い方がいいんです。それはバンスの幅が広いと開いた時にめちゃくちゃバンス効いてくるんですよ。それはローバンスでも効いてきます。なので開いたり閉じたりするんであればなるべくそのソールの幅が狭い方がですね、開いてもそんなにこう影響しない、刃が浮かないのでできれば狭い方がいいと思います。で、まあ、バンスの度数も8から10ぐらいがいいかなと思います。あとはですね、芝が薄いライで打った時にクラブが地面に弾かれるのが嫌だよっていう場合はできればこのソール形状が角がない方がいいんですよ。これとかこの辺とかこの辺とかこの辺とか結構角張ってますよね。角があるんでそういうウェッジっていうのは弾かれやすいです。僕はその弾かれ具合が大好きなのでこういうちょっと角張ったソールの形大好きなんですけども、そういうのが嫌だよっていう場合はなるべくこう丸みを帯びているこういう感じですね。こっちの方が多分丸いと思う、さっきより比べた方がいいですね。全然ソールの形が違いますよね。こっちの方がこう丸くなってるじゃないですか、丸みを帯びてるって言うんですかなんでこっちの方がこう角がありますよね。こういう方が弾かれやすいのでできればこう地面に弾かれたくないっていう場合はこういった形のこうちょっと丸みを帯びたソールの形のウェッジを選んであげた方がいいですね。あとはバンカーなんかでしたらやっぱり少しヘッドが大きめのウェッジでバンス角なんかはこれも12度から14度ぐらいが最適かもしれないですね。ハイバンスで打ってあげた方が地面に潜らないので、ただ硬いバンカーなんかはローバンスとかバンスが効いてない方が打ちやすいと思います。その本当に何かに特化させるんだったらどこかうまくいかないところが出てくるんですよ。なのでその辺はある程度練習が必要となります。苦手な方を克服するためにウェッジを選ぶのか、やっぱりこう得意な方をさらにこう得意にするためにウェッジを選ぶのかをやっぱり決めた方がいいですよね。こう火の玉スピンはどのウェッジがいいかとかですね、いろいろあると思うんです。ただ一つ言えることは僕の経験上ですよ、僕の経験上ウェッジ上手い人のヘッドバランスは軽い、これ決まり、これ決まりっすね。僕はちなみに D0 とかですね CQ とか好きで使ってるんですが、あのウェッジの名手日本代表の監督の丸山茂樹プロ、丸山茂樹さんなんかは全盛期の時 C6.5 とか使ってましたね。片山慎吾さんなんかも C7 とか C6 とか使ってましたね。以前ウェッジをこう自在に操る方なんかは結構軽いウェッジでヘッドバランスを軽いのを使ってる方が結構多いです。で僕の知り合いの中のめちゃくちゃアプローチがうまいタケチャンマンっていう選手がいるんですけども、その人もめちゃくちゃバランス軽いです。身近なプロで一番うまいかもしれないですね、アプローチ。めちゃくちゃ繊細です。なんでアプローチちょっと打ち方困ったなと思ったらタケチャンマンのウェッジの打ち方見た方がいいと思います。すっごい参考になります。むしろ参考にならないかもしれないです、うますぎて。なのでまあスピンとか転がしとか自在に打つ選手なんですけども、めちゃくちゃウェッジに対してこだわりだったり打ち方が相当繊細なので、何か自分で感じ取るものがないとやっぱりウェッジなんかでもうまく打てないので、その辺意識されてみてはどうかなと思います。で今回ですね、ウェッジのソールの形だったりいろいろその場その場でどう使ったらいいのとかっていうのを、まあ、簡単にざっと説明させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。